はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。久しぶりの今日はこういうカメラの前で喋るっていうね動画を撮ろうかと思います。まあ日本代表戦があったんでちょっとね動画が空いてしまったんですけど、まあコメントでグリードさんあの動画早く上げてくださいっていうコメントはねなかったんですけど、今日は久しぶりに動画をちゃんとね上げたいと思います。今回は主に土曜日に行われた CW 日本代表戦についてね話すだけの動画なので、まあご飯食べてる時とか、まあ、寝る前とか、まあ、そういう何かをしながら、見る方がいいかもしれません。まあ、聞くか。何かをしながら聞く方が、まあ、いいかなと思います。さあね、こういう風にさ、カメラの前で喋る動画ってめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、ちょっとね、もうメモを取ってあるんですよ。ちょっとメモをね、見させてほしい。ちょっと何喋ったかね、忘れちゃうから、久しぶりすぎて。土曜日に行われた CW 日本代表戦は、ラッシュゲームは準優勝ということで、まあ、2位でしたね。まあ、前回の大敗から比べると、ものすごい今、成長したと、思うので、まあ皆さんもそれは感じてくれたと思います。ウィナーズで、CAG を倒して、次、リバレントにウィナーズに負けて、で、ルーザーズで CAG にまた勝って、決勝でリバレントとって感じでしたんで、決勝では負けてしまったと。まあまずね、本当みんな、チームメイト本当最高でしたね。チームの雰囲気、チームのまあ調子、本当に今までで一番良かったと言えると思います。特にね、サーチは、もう本当に良かったと思います。もうなんかね、CWL のサーチ見てるぐらい、まあ本当に海外勢の、あれはサーチ、海外レベルのサーチと言っていいと思うな、本当に。それぐらい良かったですね。もう全然サーチ落とさなかったし、まあリバレントにも、一回負けちゃったかな、5-6で。だけどまあ次のサーチも、まあ、かなり圧勝できたんで、まあ、すごくサーチは良かったですね。まあ、課題はやっぱハードポイントかなっていう状況ですかね。だけどね、やっぱ大会がね、一番伸びるんですね、実力は。大会が一番練習になるんですよ。で、本当試合がね、続いていくにつれて、ハードポイントもかなりこう、だんだんね、良くなっていってたかなっていう印象で、ルーザーズの CAG 戦かなに、まあ、すごい250対248っていうもうほぼ、で、勝ったんですよ。なんかすごい絶望的な状況からね、逆転した試合があって、あれは本当になんかもう最高でしたね。あれは本当に僕もね、もう無理だなと思ったところを、ハントはこうエリア入ってダブルキルして、わーってやって、まさかの勝つっていうね。いや、あれは本当にすごかった。まあ、今回はね、準優勝っていう結果に終わっちゃったんですけど、まあ、前回のね、屈辱は少しは晴らせたかなと思います。でもまだ優勝じゃないけどね。まあでもなんか前回ラッシュはね、オンラインできるだ、回線がとか言ってた奴らがもう、ね、一言も言ってないんで、まあすごく今回気持ちいいかなと思います。はい。でね、メンバーをこう一人一人振り返ると、ルーク、ウィンネット、ベブラ、ゴロー、ハント、もう全員がね、マジで活躍した大会だったと思いますね。ルークはね、本当にやっぱり安定してましたね。安定してエースだったね。もう一人だけ成績かなり良くて、もうキルスト、スペシャリスト、本当うまく使ってて、なんかワールドオーツの時に入った時のルーク覚えてますかね？本当に。あれとはもう比べ物にならないくらい今はもう本当エースになりましたね。で、ゴローはね、もうみんな感じたと思うけど、本当今、はね、チームの AR 柱としてね、もう完全に、まあ、柱になったって感じかな。ゴローはね、チーム一、こう、頭が切れるっていうか、こう、地頭がいい、頭の回転がいいって言ったらいいのか、まあ、すごく頭がいいやつなんで、もう、ぴったりだね、チームの柱として。で、ハントがね、SMG になってから、まあ、すごく動きが良くなって、で、やっぱりハントはね、もうチームの、まあ、リーダー、明るい存在で、雰囲気を保ち、ベブラもね、最年少なのに、しっかり活躍して、で、今回ね、ベブラ1週間前にね、バッテリー、ウォーマシン切り替えたところだったんです。1週間前に変えたんだけど、大会でしっかりね、活躍してたんで、もう、よかったね、さすがでしたね。で、ウィンレットね、まあ、ウィンレットに関しては、ちょっと、まあ、ウィンレット、別個のテーマで今から話そうと思うんですけど、まあ、今大会ではウィンレットがね、まさかのマドックスを持ってたんで、皆さんあれって思った方多いと思うんですよ。で、まあ、振り返ると、ウィンレットはね、今作あんまり調子が良くなかったんですよ。まあ、皆さん察してる人もいたかな。ウィンレットなんか今までの作品と比べてちょっとあんま爆発力が足りないかなって思ってた方がいると思うんですけど、まあ、理由としては単純に SMG が今作弱いんですよ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ弱い。まあ、シンプルにマドックスが強すぎる。もう、
今までのこの SMG 的役割がもう今はマドックスなんですよ。で SMG はどっちかっていうとこう走り回ってアシストする役割なんですよ。でウィンレッドはバリバリのこう敵を狩るスレイヤー的な役割なんで、あんまり SMG はね刺さってなかったかなって感じなんですよ。でそこでクルタミさんに大会の1週間ぐらい前に、まあ、ウィンレッドをちょっと見てやってくれって頼まれて、で、まあ、ウィンレッドのこうプレイを見てて、まあ、やっぱりレッドはまあスレイヤー的立ち位置だし、やっぱ海外プロでも前作までずっと SMG だったのに今作はまあマドックスに変えてるプレイヤーも結構いるんですよ、ケニーとか。なんでまあ、レッドは多分これマドックスだなと思って、大会1週間前だけどちょっとレッドにこういうメッセージ送って、まあ、これはねちょっと大会1週間前だから賭けだけど、ちょっとレッドは多分ケニーみたいなマドックスタイプだと思うから、もうマドックスに変えてみようってことにして、そこからねマドックスでこう練習をし始めるんですね。まあ本当にちょっとこれは賭けっちゃ賭けでしたね。でもね実際こう大会のねギリギリまではあんまりやっぱり調子が上がらなくて、レッドの、まあ、僕はこうコーチングをいろいろしていろいろ言うんだけど正直あんまり良くならなかったんですよね。でなんか僕このやり方はレッドにあんまり合ってないなと思って、もっと 体的にこう覚える方がいいなと思ったんで、まあ、レッドちょっと僕の言ってることあんま気にしないで、まあプロ勢の動画をもうケニーとかね自分に似たスタイルのプレイヤーをめっちゃ見ても頭にインプットしようとマドックスをもうそれで行こうってことになって、そして土曜日の大会になったって感じなんですよ。まあ本人はね、まあ、マドックスに変えてまだ1週間ちょっとなんで自分のプレイにはね全然まだまだ満足してないし、僕もねもっともっと良くなると思ってるんで、まあ土曜日のレッドはまあ 100% とは全然いかないと思うんですけどね、まあ僕的には良かったんじゃないかなと思うんですよね。まあ今後ねまたレッドがマップによったり SMG 持ったりする時もあると思うんですけど、まあこっからね多分マドックスを現状はこう最終、まあ、今年の最終試合、日本決定戦に向けてまあ調整していく感じになるかなと思います。まあこれがねまあレッドがマドックスに変えた理由でしたね。まあ本当に今作マドックスは SMG みたいなもんなんであんまりね SMG から AR に変えるっていうそんな大きな変化じゃないんですよね実際は。まあ本当にね頑張ったのは本人たち自身なんでね、僕はちょっと後ろで行っただけなんで、いや本当にレッドはよく頑張ったかなと思います。最後にちょっと僕のね話をしようと思うんですけど、まあちょっとコーチについての話ですかね。僕はねこう選手引退後はがっつりねチームのコーチとして入ることはなかったんですよね。っていうのも、まあ、一時的にこうまあちょコーチングっぽいものをしてたんですけど、僕の発言力がなんか強すぎるというか、まあなんか強く言っちゃうタイプなんで、こう、チームがあんま反応できない空気にしちゃうんですよ。で、まあそうするとチーム、まあ選手自身がこう考える機会をね、だいぶ奪っちゃってて、これあんまり良くないなと思って、まあちょっとね、距離を置いて、まあ見てるだけにしてたんですよ。まあそうしたらすごく、選手自身がすごい考えるチームに変わってたんで、でそこでまあ僕もちょっとやり方を前とはね違うやり方でいかないといけないんで、まあ、あんまり強く言い過ぎないというか、まあ、選手自身がこう考えるようにまあアドバイスをするっていう程よい感じにアドバイスをするっていうやり方をに変えました、まあ、それが大会10日前とかぐらいからですかね。やっぱり強くなるのは選手自身じゃないと、選手自身が頑張って強くならないといけないんで、まあ僕はこう選手たちがどうしても分かんないところとかをこうちょっと言うぐらい交流戦中にやってたんですよ。まあ今後もねちょっと日本決定戦今年の最後の大会に向けて、まあ僕はねまあコーチをね続けようかと思います。まあ程よい感じでね邪魔しない程度にやろうかなと思ってるんで、まあ交流戦の配信とかでねちょろっと僕がなんか喋ってるかもしれません。というわけでそれはねよろしくお願いします。で最後に僕からねちょっと良くないニュースというか、まあ、ちょ注意ですねがあるんですけど、僕がね大会の、CAG 戦ウィナーズの CAG 戦かなんが終わった後に、まあ、こういうツイートをねしたんですよ。でこのツイートはまあ、ルークが途中でタイムアウトした原因がアプリケーションエラーだったり、レッドがね通話入れてなかったりっていう、まあ
そういうのを、まあ、現状報告としてツイートしたんですよね。で、実際の試合は勝って終わったんですけど、このツイートに対してグリードが負けた言い訳してるとかいう変なね嘘を書かれてツイートされてたんですけど、でそれをね信じちゃってる人がいた結構多かったんですよ。だからねちょっとこの場でも言おうと思うんですよ。まあフォロワーさんの方にはこういうの無視でいいですよって言ってくれる方もいるんですけど、やっぱりねこういう嘘を信じちゃう人もいるんで、やっぱそういうのってちょっと許せないんで、ちょっとねここで言おうと思います。いやーなんかやってることはまあほんとしょうもないよね。なんか同じ人間とは思えないっていうか、なんか人間として恥ずかしいよねこういうの。でも本当にねこの界隈いるんですよね、こういうなんか一部を切り取ってもうねこういう嘘を平気で拡散するやつはいるんですよね。もうしょうもないけど、なんでね皆さんも本当ね Twitter、YouTube とかまあそういうのはなんか本当によく見た方がいいですね。なんか、まあ、その内容がねちゃんと本当かどうかねちゃんと調べてからね、なんかしてほしいですね。でもしこういう変なね嘘ツイートとか動画があったらもうバシバシもう報告しちゃってください。本当そうすればね消えると思うんで。本当皆さんよろしくお願いします。もうね、いやーこんなのいるんだね本当に。はい、というわけでお疲れ様でした。そして、ね、6月の1日に、ジャパンナショナルクオリファイがあります。でこれに優勝すると、CW アナハイムに行けるという、まだねチャンスはもう一回あるので、皆さんよろしくお願いします。で話した通り僕も交流戦ねコーチとしてちょこちょこいると思うんでね、よろしくお願いします。というわけでまた明日からいつも通りの日常になるので、頑張っていきましょう。というわけで、お疲れ様でした。皆さんぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでバイバイ。Couldn't stop us like a good drug. Never run off. We hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out